川内営業所所属車両南国交通川内営業所は、鹿児島県薩摩仙台市川長野町6576番地3にあり、仙台鹿児島空港間の、鹿児島空港連絡バス、エアポートシャトル、薩摩仙台市、コミュニティバス、くるくるバス、市内横断シャトルバス、川内港、シャトルバス、串木野新港線、けどうインバス、 川札地区及び、阿久根市の一部のにおける、一般路線などを担当する、南国交通の営業所である。川内、飯力鹿児島空港間の鹿児島空港連絡バス、エアポートシャトルについては、エアポートシャトルを参照。薩摩仙台市、コミュニティバスについては、薩摩仙台市、コミュニティバスを参照。主要路線川内港。 シャトルバスとして運用される電気バス路線タイプについては、中型車、小型車が主である。かつては前後ドアのイスズジャーニー K や日野、レインボー RJ の2ステップ車が主力であったが、それらはすべて置き換えられた。現在では、中型車は日野レインボーと三菱不装、エアロミディの1ステップ車が主力として使われている。小型車は、 日のりエッセが共愛路線やコミュニティ系統で重宝されている。高城温泉、上宇都川寺、ケドイン、シヒに車庫がある。また、古式島には、上古式と下古式にコミュニティバスのための事業所がある。ありがとうございます。